中華街、中華街とか来てんの。負けた。何この階段。あ、もう何この瓦礫。どこここ、待って迷った。何どこ誰。中華街、中華街とか来てんの。負けた。え、中華街。え、てかってことは傭兵の弱体化ってもう来た、もしや。やべえ、アップデート内容見てない、わかんねえや。傭兵の弱体化と、あとなんだっけ、地震の弱体化。え、わかんねえこれ。昆虫学者もいるし、昆虫学者いるし、俺リパー使ったら負けるから使いたくねえ。学者追えないんだよな、傭兵の方が追いやすい。まあ、今回ついつい最終盤にしちゃったけど、どうなんだろう。やべえ、スポーン位置も全然わからん。何ここ、誰そ、なんかどうしようもないやつや、あれ。ここ誰かいる、いる。お、占い師じゃん、ラッキー。何この階段。出たー、段差ぐるぐるやつー。で、普通にカメラワークが難しいわ。え、どこここ、待って迷った。え、なに、どこ、マップがわからん、もう。え、どこどこ、なに、どこ、誰。なんか普通に追いつかなくね、このマップ。ただ歩いてるだけで。なにこれ、追いついたわ。なんかわからん、ここにしろ。このマップ鬼没でいいな。そのままどっか来るんですか。上から見下ろしてていい、高みの見物、高みの見物ポジ。ああ、そっちか。よっしゃー、おいおい、出たよ昆虫学者。ああ、背中押してくれる、ありがとう。よっしゃー、なんかええ感じ。でも暗号気圧かかんないな、これ引き分けになりそうだな。この椅子もしや強い。学者の虫どこ行った、マジでブチ切れそうなんだけど、あの虫。上に参ります。あ、お前どっから来たんや。マップの構造がマジでわからん。まあ分け狙うか。学者いて初めての中華街で分け取れたら、まあ上出来でしょう。残り2台、多分1台もう割りかけだよな絶対。肘のロボット壊せてないし。はいはい、ここが回しかけ。もう1台も多分回ってると思うの、新規ないと思うんだけど。うん、みんな離れて回復だな。貫通どこするんだろうこれ。暗号機まだ揺れず、向こう言ってるな。義手のダウン取る意味ないもんなこれ、どうしよう。なんかさ、ラグくない、一等航海士みたいになっとるやん義手が。なんか
この機械技師、位置ずれしてる。で、ラスト1体何号機が、残り4割とかかな。確か。はいはい、ロボット裏に隠してたんか。あ、もう何この、瓦礫。まあ異常でワンチャン狙う？これどうせ引き分けだしさ、どうせ引き分けだしさ、異常で相手が頑張ってくれれば勝ちみたいな感じ。で回してる。まあ3台幸い今固まってるからな。暗号機回りすぎやん。まあ偽証は正直放置気味でもいいから。足半や。別の暗号機回してんのか。まあ二人以上だからそんな回らんでしょ。傭兵もしばらく起き上がれないし。さあどうする。ご利用し通電とするか。それ異常って分かってるからな。バレてるから。なるほどね。耳鳴りがするが、これロボットの耳鳴りか。いや、義手の耳鳴りだな。離れてってる。足跡あるな。この距離感ならどっちか一人はダウン取れるか。学者のダウン本当は取りたいけど、多分虫出すから義手狙いにするしかないか。はい？ここ貫通しないの？マジかよ。じゃあスーパーまずいですね。まあ救助されるで虫と肘当てダブルだもんな。やべえ、これ沼ったな。で回してる。回してるな。ハッチここか。ハッチこんなとこに出るんだ。飛び。異常刺さったな。3台固まってるから異常の判断悪くなかったかも。やばい、全然わからん。どこにいるん。この耳鳴りはどこ。何これ。上かーい。これ無理じゃね。これ絶対ダウン取れなくね。俺が上登るタイミングで下降りるでしょ、この人。ハッチここだもんな。
始まりました。24時間ランクも始まった。いやー、ここでしばらくチロルチョコでも食べとく。鉄椎してるんだって。鉄椎機能もう削除されたよ。ほら鉄椎ないんだよこのゲーム。実は一回おにぎり握ってきていい？おにぎりとチロルチョコ持ってきていい？一回この時間で。あ、降ってきた。せい。危ねえ危ねえ。俺がおにぎり取り行く前でよかったよ。ありがとうございます。危ねえ。24時間ランクマー始まるかと思ったわ。